たまたまネット見てたらなんか女性専用車両の、まあ、なんかニュース記事というか、まあ、ちょっと動画付きのニュース記事みたいなやつがこう目に入ったんですね、まあ、目に入ってしまってあんまり気持ちのいいものではなかったんですけど、まあ、なんか皆さんも多分ちらっとは見たことあるかもしれないんですけど、まあ、男性の方が女性専用車両に、まあ、乗ってでなんかこう 周りの女性の乗客の方々がちょっと降りろよみたいな感じで,で駅員さんもちょっと降りましょうみたいな感じなんですけどその乗ってる男性はこう降りたくないとみたいなまあ揉め事揉め事みたいな映像がちらっと目に入ってしまってまあ気持ちのいいものではないんですけどああんかこんな前も見たことあるなとまあこんなんあるだろうな世の中にはと。 思ったんですけどなんかこうもやっとするものがあってこれ何なんだろうこのもやっとはと思いましてなんかこのまあ女性専用車両ってあるじゃないですかであってしかるべきだと思うんですよねそれがあるおかげで気持ちよくこう電車を使えてる方が、まあ、いらっしゃると思うんであるべきだと思うんですよで男性はもちろんそれに協力するべきだと思うし私も協力するんです女性専用車両乗らないですよ乗らないですし まあみんんなな別に乗らなくていいだろうって思う思ですよで例えば友達私の知り合いというか友達の人とかが一緒に行った時とかにこう間違えて乗っちゃったりとか、まあ、もしかし乗ろうとしちゃったらあ女性専用車両だからこっち乗ろうって私は言うと思うんですね、まあ、そこまではまあそうなんですけどなんかこの女性専用車両に乗ってしまった男性が結構責められてる姿を見て なんかこれはこれでどうなんだろうって思ったんですよね。結構強めの口調でその動画で責められたんです。もう降りろよみたいな。早く降りろよ。みんな迷惑してんだよみたいな。ちょっと女性にした口調強いなと思ったんですけど。<laughs> まあまあ言われてたの。ちょっとヤンキーなのかな <laughs> まあ言われてて。なんかそれはなん,なんかこうもやっとする感じがしたんですよね。なんか、これって、 別に法律ではもちろんないと思うんです。違法行為ではないと思うんですよね。違法行為って、まあ、もちろん、やったら、まあ、法に触れてるわけですけど、犯罪だから、まあ、そりゃ責められて、まあ、当然、この、叱るべき刑に処されるべきだと思うんですけど、なんだろ、あれって、ご協力をお願いしてるのかと思ってた。ごめんなさい、間違ってたらごめんなさいなんですけど、なんか、ちゃんと法律があるんだったらいいんですけど、あれって多分、協力をお願いしてるんじゃないのかなって思うんですよ。 なんですけど、なんか、あんなに言われちゃうんだっていう。だから、だったら、だったら、なんかもう法律で決めてほしいんですよね、私としては。いやもう、あなたこれやっちゃダメです。なぜかっていうと、法律で決まって、法律で禁止されてる行為ですよって言われれば、すごい納得するし、多分その人も、その映像の中に載った男性も、多分ん降りたと思うんですよ。なぜなら、法律に違反してるから。多分法律に違反してないというか、まあ、そのあくまでもお願いという体だからこそ、 あの男性はああいう風うな、まあ、理由わか,かんないですけどただまあそのお願いされたことを断ることでこんな言われるのは何かもやっとするなって思ったんですよ。でこれなんか例えが合ってるかわかんないですけどなんかこう例えば重い荷物があるとするじゃないまあ男性と女性がいますで重い荷物がありますで重い荷物と軽い荷物がありますってなった時に、えーまあ、女性が重い荷物を持ってたとして で、男性が、あ、持ちますよっていうことってあると思うんですよ。で、別にそれ自然だと思うんですよね。あのー、まあ男性の方が筋力があることが多い。まあその場合はまあ明らかにそうだとしましょうか。なんか女性の方が強い場合は一旦除いて。<laughs> あの男性の方が明らかに筋力があるし、だから楽なわけですよね。女性の筋力がない人が重い荷物を持つのと、筋力が強い人が重い荷物を持つのと、筋力ある人が持った方がやっぱ軽めの労力でいけるわけじゃないですか。 だから、その荷物、代わりに持ちますよ。これ自然だと思うんですよ。なんですけど、じゃあその、代わりに持ちますよって言わなかったときに、それ責められなくちゃいけないのかと。それはちょっと違くねっていう、そういう話なんですいやな、なんで持たないの持ちなよって。あなたから言いますみたいな <laughs>。それはさ、あくまでも、あの、なんて言うんだろうな。優しさというか、気遣いというか、っていうものが存在して、 あ、あ持ちまますす。よ。ありがとうございますこれ美しい形じゃないですか。で、まあなんか分かんないですけど、あの代わりにお返しできることがあるかもしれないじゃないですか。あの重いものを持つっていう点では、こっちのまあ男性の方が得意だからやりました。だ今度代わりにこ、なんか分かんないですよ。なんか細かい作業、その人が得意な作業で、じゃあ今度代わりに、この前これやってくれたから代わりにやります。これめちゃくちゃいいと思うんです。いい姿だと思うんですけど、か持ちなよって。 あな,たのあなたが持つべきでしょう男なんだからみたいに言われちゃうとそれはさ何 <laughs> だろうね今こういうこと言うだけでもなんか怒る人がいそうで、まあ、怖い世の中まあ私は言うんですけどねこの場では全然言いますけどなんかその女性専用サイロ揉め事問題を見た時なんとなくそういうなんでしょうねもやっとというかやっぱあれだな美しくないなって思ったんでしょうね 美しくないなんか姿というか状況だったなって思ってもうやっとしましたよと、まあ、そんな話でした <laughs> おやすみなさい